こんばんは、鼻水がですね止まりません、2月の3週ということで、そろそろシーズンが始まるというところですな、ごめんなさいね、ちょっとあの寝起きも寝起きで、ね、寝起きにこの動画を撮る必要があるのかどうかわかんないですけど、寝起きで鼻水も出るし、なんだろう、声もちょっと低いし、そんな状況で、動画を撮らざるを得ないという、撮らないと撮る期間がないということで撮っております。さあ、これ何だいこれは。あ、サッカーアカデミーか。違う、サッカーアカデミー毎年行かせなきゃいけないんだ。カサレス行かせなきゃいけない。毎年カサレス行かせりゃいいんだよ。あ、鼻水が、あ、ちょっと黙ってもいいかな。黙ってもいいかな。さ、鼻水が止まんねえんだよ。はい、大成功。あざす。何してるんだっけ。シーズン始まるのか、8年目が。そろそろ J1 1位取りたいな。あ、そっか、大橋さんが指導者になるのか。そっかそっか。そろそろ J1 で1位でも取りたいもんだけど、なかなかどうしてうまくいけませんな。パデラー、鋭い意見は毎回桑原さんに行かせてるんだけど、いけかな。はい、はい、鋭い大成功。ありがとうございます。しか言ってんな。まあこういうね、始まり方もありますよ。長く出てると天狗になってる。あら、鋭い意見を言ったがために。さあ、ニューイヤーカップのなんだっけ、優勝者と J1 の優勝者の戦いか、これ。ぶち殺しいな。はいはいはい、来た。まあ、天狗になるんじゃないぞ、あんまり。最近はよく天狗になる名前よな。面談余ってたっけ。最近余らせるような感じにしてた気がするんだけど、余ってないね。なるほど、よかろうって。さあ、浦和戦か。もう言ってもね、あの、負けないですよ。言ってももうあんま負けない気がするんだよね。っていうのが、もうそこそこ格上だからね、うちの方がね。やっぱりもう負けないと思う。あら、ゼコ。あら、メデル。マルキス。普通に負けたね。やっぱ油断できないね、まだね。まあでも、まあ、シーズンにおいて、いい経験やったね。負けるんだっていうところで、ね。あ、うち普通に負けるんだっていうのがびっくりしたもん、今。絶対勝てると思ったもん。普通に負けんだね。なるほどね。それユニークだね、結構ね。ユニークですよ。ジャパンスーパーカップユニークですよ、これは。ジャパンスーパーユニークカップですよ、これは。よかった。いや、こういうのをちゃんと理解できるっていうのがいいですね。さあ、そろそろクラブハウスがでかくしたいんだけど、多分これ世界ランキングなのかな。世界ランキングがすげえ上に行けば、多分クラブの建て替えもできるし、スタジアムの建て替えもできるっていう、そういうシステムだと思います。そういうシステム。はい。はい。今月はだいぶ出費してんだ。あ、そんな駅作ったんだ。セントラル駅作ったんだ、そういや。もう、この経験って無駄なんだよな。半年は。早く6月だから7月になって、監督さえ帰れねえかな。はい。まあ、面談しよっか。桑原さん。逆に世界最高峰の人気を持って天狗になってないっていうのが不思議だったけどね。よかった、桑原さんも人の子だ。調子に乗るなよ。で、今年は札幌が開幕戦か。コンサドーレかな。うん。で、岩田が、あれか。あの、開幕戦じゃねえ。開幕戦か、ホームの。なるほど、負けてられませんな。どうしようかな。ご当地 PR しよっか。トークショー戦みたいな。ボランティアと、クラブ大運動会とかしたいけどね。クラブと大運動会ですよ、そしたら。シーズンの間際なのに。ここで芝生開き。そして、どうしようかな。ファンカンはまだいいか。スポーツキャラバンだ。キャラバンっていうね、ギター片手にね、なんか、なんて言うんだっけ、
ギター片手に曲を弾き語る人がいるんですけど、あれいいですね。キャラバン。あんま聞いたことないんだけどね。あんま聞いたことない人をおすすめするっていう、よくわかんない。ちゃんと聞いた人をね、おすすめすればいいんだけどね。あんま聞いたことない人をおすすめしちゃう、俺は。さあ、3月シーズン始まるよ。始まるよ。ガウディさん、発掘できませんでした。おい、頼むぜ。ここ最近なんかなまってるぜ、ガウディ。ガウディなんかあれだよね。だいぶなまってる。なまってる、なまってる。なまってるあれか、言葉か。サボってるよね、ここ最近。ちゃんと若手発掘しなきゃダメよ。自称勇者。なんだこいつは、俺様の放った幻惑の魔法を強靭な精神力で無効化しやがった。待て、待つんだ。俺様は人様の民家から集めた戦利品なら返す。だから、だから、ケースだ。ケースだけど、うぎゃー、こいつだ。こいつだ。なんて、だって勇者が言ってんだから間違いねえ。おし。さあ、スカウトリストはなんか更新されたかな。うん。まあ、特に、こいつだってやつはいないかなという印象がありますね。やっぱ我々もやっぱ目が肥えてきたのかね。高井くんいいね。イケメン。イケメンだからね。高井くん、去年も確か俺迷ったんだよね、撮るかどうか。どうしようかな、高井くん。ウッドヒルダーいると助かるんだけどね。高井くんイケメンだからな、言ってもな、チーム1の。もうチーム1のイクメンは2人いるんだけど、イケメンはいないからな。1人いてもいいな。いてもいいよね、一人ね。一人いてもいいんだけど、そうなると誰を外すかみたいな話になってくるんだよね。取るか一人。あ、でも、結局、来年、2、3人入ってくるってことを考えたら、あんまり取らない。いや、でも、取っといて間違いないか。高井を取るか。21歳。不安だな、でも21。どうしようかな。悪くはないんだよね、でもね。ニュース見よう。山本慎也が入ってくるんだよね。あ、でもあれか。これはミッドフィルダーじゃないのか、正式に、正確に言えば。来年2人取らなきゃいけないからな、この2人を。今年は誰かを出さなきゃいけないのか。なるほど。大変だな。佐々木信彦君くんのは。ってなると、これ3年待っては、2年待っては2人来るのか。2年待っては山本慎也が来て、1年待っては佐々木が来るのか。あ、3年待っては佐々木来るのか。もう上げちゃうって言ってもあるけどね。どうしようかな。取ってみるか、高井君を。取っても別に、悪くはないと思うんだよね。全然悪くないと思うんだよ。イケメンだし、言ってもイケメンだからね。うん、言ってもイケメンですから取りますか。イケメンだからな、言ってもな。イケメンじゃなかったらな、取らなくていいんだけど、イケメンだからね。やっぱり我々に足りなかったらイケメンじゃないかっていうのをやっぱり最近思い始めましたね。うん、イケメンが足りなかったね。どう考えてもイケメンが足りなかった。イケメンがいないせいで裏にも負けてるし、イケメンの差ですよ、やっぱり。出場機会があるかどうか。あるよ、めっちゃあるよ、超あるよ。はい、あ、イケメンだ。5年契約えらいぶっこんできたね。4500万ふざけんな。2500万、これでもやりすぎてるね。正直、山のものか海のものか分かんないやつに。出場機会か。まあこれだろう。どうだろうな。うち結構、うち結構あれだよ。すごいよ。うち結構。あ、よかったよかった。そうっすね。より格の高い。格高いよ、うち結構。格だけは結構高いよ。世界のクラブと真剣勝負。このクラブで世界に挑戦できるとは思えないですね。
つだけどって。できるっつうの。挑戦しかしてねえっつうの。あ、いけた。1億5000万。まあ、いっか。5年5年。まあまあ。まあ、いっか。ちょうど中盤足りなかったし。となると、一体うちは誰を出せばいいのか分かんないね。あ、ちょうど高井くんの1億5000万がチャラになった。はい、ゆりかさん。はい、頑張りますよ。ゆりかさん、完全に空気。白いジャケットの女ってイメージしかない。はい、かばらさん。はいはいはい。さあ、誰を出すんだろう、うちは。宮下さん出しゃよかったなっていう、最近ちょっと思い始めました。宮下さん出すべきだったね。誰だろうなと。岩波くんとか出てくれた方がね、気持ち楽なんだけどね。そしてまた右サイドバック問題が発生するのね。そうなったらまた右サイドバック問題が。まあ、いっか、しゃねっか。うん。てか大阪に右サイドバックを覚えさせたいんだけど、使ってたら覚えるのかな。どうなの、使ってたら覚えるのかな。どうなんだろう。何試合かやらせてみるか。なんか言ってたよね、若いうちになんかやらせておけば覚えますよみたいなことを言ってた気がするんだ。じゃあ早速なんか使ってみようかな。5試合くらい使えば覚えるのかな。まあそんなにもううちあれだからね、言ったってめちゃくちゃあれだからね、あのすごい困ってるわけじゃないから、戦力的には全然いけると思うんだ。どうだろう、ちょっと覚えるだろ、やってりゃ。よし、2点。ちょっと覚えるだろ、やってりゃ覚えよ。やりながら覚えよ。カサレスレッドカード、あーと開幕戦初手レッドカード。さすがだね、貪欲に今年も取っていくね、レッドカードはね。今年も早速レッドカードをいただきました、ありがとうございます。幸先がいいですね。今後何枚もらえるのか楽しみでしょうがないね。復帰した次の試合でまたレッドカードっていうのを繰り返していけば半分しか試合出なくて済むからね。 J1 初出場、はい、おめでとうございます。ん？フリーズ？あ、大橋さん、なんか中性度が上がった。いつも自分に目をかけてくれてあざーす。目かかるよね、そらね、大仏さんには。うん、大仏さんだもん、空かかるさ。大阪くんにどうやったら右サイドバックを覚えれるんだろう。でもなんか使ってたらなんか色が濃くなる気がするんだよね。そんなことないかな。いや、あると思う。あ、日底できんだ。ちょっと大阪くんになんか覚えせるか。コンバートさせるほどのことじゃないのかもしれないな。でもなんだろうな、とりあえずテクニカルアタックを覚えさせるか。あ、いいよ。はい、出場できない選手誰かしら。誰だろうな、レッドカードなんかもらってるやついんのかな。そんなやつはサッカー選手じゃないね。そんなやつはいるわけない。あ、いたわ。そうだそうだ、サッカー選手じゃないやつがいた。あ、もうやってらんねえぜ。カサレス通算何枚もらってんのかな。通算で言うとかなりもらってる気がするな。止まらないもんな、カサレスのレッドカード。お、リーダーよろしくな。リーダー VM ってなってるよね、胸。いや、早速やっぱり VM に。武田さん船舶はもう完全に捨てられたんだね。毎年買い替えてんだね、リーダーは。えらいね、もう本当のサポーターだよ、そうなると。毎年買い替えてくれてるんだ。ありがとうね。大阪もう試合出すか。覚えんのかな？覚えると思うんだけどな。どうなんだろう。覚えてくれるとかなり助かる。平山もいるんだけど、1年間いねえから、岩波くんを出す予定だから俺は。よし。勝ちました。
出す予定というか、出した方が彼のためにもなるんじゃないかと思ってます。さあどうだ。はい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 、平均して2億ぐらい入るようになったね。1試合2億だから、ホーム戦が17試合ぐらいあるとして、うん、34億ぐらい手に入りますね。やったね。はい、34億手に入るんだ1年で。結構手に入るね。さあ高木君に早くワイドストライカーを覚えさせないな。まあこんなに根詰めてやることもないんだろうけど、でもすぐ覚えるもんね。でもジャンピングボレーあと1上げるだけで多分もういけると思うんだ。これでワイドストライカー、これで君もワイドストライカー、このシューズだけは君もワイドストライカー、たくさん練習して上手くなってほしいな。俺がこれ毎回言うけど毎回使うあのジップヒットでのあのデレクジーターの発言、毎回言うけど、今もあのシーンもやってないのかな。たくさん練習して上手くなってほしいな。これなら孫と楽しめますよ。この間初めてホームラン打ったの、ジップヒットこう手元のやつをプッてフッて広げればボールがシャッていってそれを打つっていう正しいレベルスイングが身につくみたいなね、そういう触れ込みです。正しいレベルスイング、まあレベルスイング大事だからね、本当にね。アッパースイングより大事ですからね。アッパースイングもそんな大事じゃないっていうのがあるんだけど、大事じゃないというか、アッパースイングあんまやらない方がいいって言われてるからね。はい、さあ意外と平山がいないっていうのが結構あれだね、サイドバックをちゃんとカバーしてくれる人がいないっていうのがちょっと意外と聞いてるね。まあでも勝ってるね、うちね。まあ勝ってる。早く裏線がないかな。裏線で早くボコボコにしたいんですけど。ボコボコにできるかな、ボコボコにされるかな、どっちだろうか。はい、さあ4月が終わります。もう春も終わる。また春が来て君は綺麗になった。大橋さん、なんかまた大橋さんが中性だかってだからだんだん大橋さんが俺の下目になっていく。どうしたんだろう大仏さん、そんななんか媚び売られたら試合出したくなっちゃうかな。現在活躍してるかどうか、まあ、ゴン中山さんは3試合4得点だから相当活躍してる。ちなみに未だに多分チームが持つゴール記録は多分桑原さんなのかな。まだそんぐらい決めてると思うんだよね桑原さん。まだ試合にちょいちょい出てで活躍するからね、多分相当なんか記録的なものを持ってると思うんだ、思うんだ。久々に思うんだって言ったら、何試合か出せば覚えるかな、覚えてくれてると思うんだよね。なんだろうな、あと青木さんを出そう。倉田君もでかくなってきたな、なんか。もう中原さんとあんま遜色ないぐらいになってきたね。中原さん下がってんのかな、29だからな、言ってもな。はい、OK。どうだ ?OK。ほら、あと1点。はい、あと1点。お、アミさん、レッドカード。何をやった、アミさん、一体何をやった、何をやったというんだ、アミさん。アミさんはレッドカード珍しいね。初めてじゃないかい、イエローはちょいちょいあるけど。何をやったんだろう、審判に暴言吐いたとか。アミさんならやりかねない。いや、でもアミさんはいいやつなんだ。子供を自分の金で球場に誘ったりするんだ。アミさんがそんなことするわけない。そんなことするわけないと信じたい。アミさんはそんなことするやつじゃない。きっと審判を蹴ったんだ。思いっきり蹴ったんだ、じゃないとおかしい。中山、ゼコ、少子、ゼコはうちのチームじゃない。
得点ランキング、あーっとやっぱゼコすげえな、ゼコすげえな、これ8点か、もったいないなこのポイント早く監督スキル変えないな、あと2ヶ月3ヶ月か、はい、何ですか何ですか、あ、高い対地、そうかそうか、 TT がイケメンの TT が、あ、イケメンだ、こいつはイケメンだね、こんなイケメン他に見たことないね、じゃあ高い対 TT には27番を与えよう、あ、17番か、 TT に12番、17番、何言ってるか分かんねえな面談、そうだね、うん、じゃあ早速 TT に何か与えるか、 TT に何か、結構もうみんな割と絶対なる忠誠を俺に誓ってるからな、忠誠と信頼、どっちがどうなんだろうね、まあいっか、天狗になったやつが来たら面談するか、プロモーション、お、 J1 浦和来たな、ここでやってるしかねえな、あ、てかもうあれだね、うちもう4万5000人結構パンパンになるんだね今、へえ、結構パンパンになっちゃうんだ、じゃああれかもしんないな、あのそろそろなんか考えなきゃな、そろそろマジでなんかもう一回増やすとかしなきゃいけないのかな、あのなんだっけあれ、なんだっけ、スタンドを増やすとかしなきゃいけないのかな、そろそろそんなことやらないといけない気がすんな、そんなことやらないといけない気がすんな、なんでちょっと怒ったのかは内緒、内緒の話、ハーフタイムショー、なぜここでハーフタイムショーか分かんないけど、さあお金儲けるぞ、3試合あるから6億円ぐらいもかんのか、なんか作ろうかな、まあ、選手獲得するっていうのが今のところビジョンがないから、イケメンですよね、あやかちゃん、そんなこと言わないでよ、もっとイケメンを取ってクラブの人気あげましょうよあやかちゃんちょっと意外と女なんだね、あやかちゃんね、クラブ人気上昇した、そうなんだ、イケメン取ったら上昇するんだ、あやかちゃんあれなんだね、意外とそういうとこあんだね、サイドアタック、あ、どんどん引き継ごう、はい、決勝うまくいかなかったよ、引き継ぎ付きやればいい、はいはい、あやかちゃん意外とそういう人なんだね、どうにも見つけられる気がしません、デマだったような気がし、しげちゃいちゃい、噛みすぎた、いやいや鼻水か、特別練習終えました、あ、そろそろ超攻撃的ゴールキーパーになるんじゃない、はい、あともう一個かな、チュニス、大阪に来たか、大阪はやだな、まだ出したくないというか出せない、うちの結構レギュラー格だから、言っても右サイドバックと本職はセンターバックなのに、大阪伸びてきてると思うんだよ、せっかくだしっていうか今伸びてきてると思うんだよね、ちょっとずつ、うん、そうだね、早く右サイドバック覚えてほしいね、うん、じゃあ練習、上野、はい、まだ後続フィードか、意外と先長いな、やっぱり意外と先は長いね、やっぱりね、あ、鼻水が、はい、カザレス、なんか不満持ってるらしい、あ、なんか不満持ってたの、お前なんか不満持ってたのか、サッカーに対してだろ、うちのチームじゃないだろ、サッカーに対してだろ、なんで手使っちゃいけねえんだよみたいな、そういうレベルの不満持ってたろ、さあ、アミさんが出れないか、うん、まあ、アミさんが出れなくてもね、うちには桑原さんという心強い選手がいますから、ヴィッセル神戸、お前負けたな、ヴィッセルに、な、そういや覚えてるぜ、めちゃくちゃ見てるな、うん、
岩波さんを殺すのも大変なんだよ結構。岩波さんをこのまま殺すの結構もったいない気がする、ね、むしろ大阪にやらせる必要ってあんのかな。まあ、ここ1ヶ月やってみてだね。ちょっと覚えたらラッキーぐらいでいこう。よし。でも若いうちにやらせればなんか伸びるみたいな話してた気がするんだよね。よし、勝ちました。若いうちにやらせれば伸びるみたいな。そういう話を前に誰かがやってた気がする。生き物が取った。はい。はい、OK です。誰だろうな。今、秀山帰ってくったんだけどね、結局。はい。あと1ヶ月で終わりですね。頑張れよ、大仏さん。指導者になってくれよ、立派な指導者に。大仏さんがコーチとかで残ってくれたら嬉しいよね。大仏さんの経験っていうのは誰よりもやっぱりためになる気がするんだよね。なんでなんだこんな代表戦で大黒柱やったりさ、クラブハウスが設備が充実しているおかげでまだまだ現役でやってきそうっす。若い選手に負けてるわけにはいかないですからね。これからも精進していくっす。長い間で活躍してくれそうです。あ、よかったよかった、よかったね。よかったのか、早く引退しろと言うべきなのか。宮下さんも早く引退してくんねえかなと思ってんだけどね。なかなか引退してくんないね。今年ぐらいで引退してくんねえから宮下。ベストイレブン取ったっていうのだけで一応残してはいるけど、どうしようかな。出ろ、うん、どうしたもんかね、どうしたもんかね。とりあえずこれで行ってみますか。とりあえずは押しみよう。テレビの前の裏に勝たないとしょうがないからな。勝たないとしょうがないっていう状況出す状況出す。勝たないとな。勝てなかったら全員打ち首獄門だなこれな。レギュラーは全員な。で控えのやつが全員レギュラーになってな。あ、選手が足りないっつってな。キーパーが2人いるってどうしようって。じゃあフォワードに誰か回そうっつってね。池内さんがフォワードなんかあって、で絶好のボールをハンドしちゃうみたいな。あ、またハンドしちゃったっつって。アホサッカーみたいなのがありました。ある可能性はね、だいぶありますよ。さあ、うちももうかなり相当強いですけどね。さあ、パスが通るよ。さあ、それが中山さんが決めると。はい、OK でーす。もういつまでもベストイレブン裏に取らせるわけにもいかないからね、やっぱり。なんでいつまでもベストイレブン裏が取ってんだろうって不思議もあるし、ね。なんでこんな裏側があれなんだろうね、優遇されてんだろうね、このゲームね。だってゼコとか大したことないよ、言ってもそんなに能力的には。やばい。文句言ったらすぐ決められた。文句言ったらすぐ決められたよ。文句言うもんじゃないね、やっぱね。言ってもでも結構うち個人能力負けてないと思うんだよね、普通に。パスしろ。あと中原さんが言った。パスしろ、パスしろ、牧野が来るぞ。ほらー、もうカットした。カットして、これを中山さんが、これはいいんじゃないかい、よいしょ、やったー、ツーゴール、やったね。はい、ベルベットパス、レベル3。もうなんか、もう向こうの選手の名前って覚えてきたな、なんかだんだん。やっぱずっと見てっから、なんだかんださ。で、向こうも全然変わんねえし、選手。ここはディフェンダーが勝ちました。全然変わんねえんだ、向こうも選手。どう組み立てるか。全然変わんないから、もうなんか、なんだろうな、上杉謙信と武田信玄みたいな、川中島の戦いみたいな感じになってきたな。さあ、高木さんが切り込んできた。これがパス通る、マルキスが行く。イリュージョンドリブルは、おっと、これはフリーキックか。さあ、絶好の位置のフリーキックです。さらに盛り上げにイエローカード。人間山脈、歩く人間山脈、いけ、不安決めてやれ。ああ、不安じゃないのかな、もしかしたら。普通にマルキスの方がいいフリーキック打つもんね。
あ、教えてる。フリーキックのコツ教えてる。不安にフリーキックのコツ教えてる。そうだよね。だって普通にマルキスの方が決めてるもん、フリーキック。そろそろ変えなきゃな、あれ。もう1年ぐらい前のデータで話し進めてくるな。さあ来たウガジン。意外な決定力があるウガジン。さあ上げた、上げたのを取られる。オッケー、ああ、また来たか。マジでこれなんで決まったの今の。フリーだけどさ。さあもう一点決めなきゃな。同点やってる場合じゃねえぜ。勝たなきゃいけねえぜ、これ。さあ、高木さんが、おっと、来た。さあ、もう一発。いやもう一発いけず。さあ、後半になってきました。ここで、ファールか、ファールされたのかな。ファールされてるな、これ。さあ、向こうも得点圏を見据えてか、原口を入れてきました。まあ、ただここから大事なのはやっぱりうちが点を決めなきゃいけない。大事なのっていつもそうなんだけど。おし、いいね、いいパス。おし、うん、パワーチャージさせんな。おし、おし、パワーチャージきた。おしおし、オッケー、ハットトリック。さあ、キャプテンのハットトリックです。VM を喜んでるぜ。 VM も完璧だね。完璧ですね。さあ、桑原さんが入ります。さらに得点圏を伺って桑原さんが入ります。キックオフで再び試合が始まります。牧野ポゼッションを許すの。ベルベットパス、ベルベットパス、すごい三角パスが、ああすごい。おっと、ファンが取った。ファンが取りました。ファンが取りました。すごいです。ファン意外とディフェンスするんだな。意識はあるんだな、ディフェンスに。てっきりディフェンスしない人だと思ったからさ。さあ、これがマルキスが通った。さあ、テクニカルトラップをなぜか外根に対して、さあ外根に対してテクニカルトラップをやって切り込んでいくのか。切り込んできた。さあ、テクニカルアタックルをものともしない。さあ、そして決めれない。いや、テクニカルタックルをものともしなかったけどね。プレッシャーに押しつぶされたんでしょうか。プレッシャーに押しつぶされたんでしょうか。多分そうでしょう。さあ、向こうは柏木を下げてディフェンスを固めてきたな。なぜか。まあもうあと1点だから適当に話を進めていこう。さあ、マルキスに取るか。取った。来た。どうでしょうこれ。来た。よし、これ決定付けじゃないもんね、試合を。 OK です。マルキスが左上、得意じゃない左で決めました。 OK です。はいはい、4対2。いいね、いけるね。よし、これだいぶあれじゃないか、 J1 を制すのに大きな一歩なんじゃない、これ多分。そんな気がする。4億すごい、めっちゃ金入る。やっぱ裏合わせ盛り上がるな。アジアチャンピオンシップ、ああそっかそっか、 ACC か。まあ ACC 勝たないと WCC いけないからな。噂の選手発掘できませんでした。おい、頑張れガウディ。はい、あ、来た。8億円融資、借りる必要が全くないんだよね。全く借りる必要がないっていうのが不思議なもんだね。はい、よし、じゃあ今回はこの辺で終わりますか。それではまた次回、さよなら、さよなら、さよなら。